おはようございます。タスティカスです。今日は2月の6日日曜日、めちゃくちゃ寒いです。いや、冬ってそういえばこうだったなって思い出しましたね。ということで今日は今城山のあたりに来ます。今から城山ダムを抜けて、富士野の方に走っていきたいなと思います。で、富士野のあたりからちょっと南に南下しまして、で、道志道に合流して、道志道から、またこっちの方に戻ってくるというルートでちょっと今日走っていきたいなと。またね、100キロぐらいになるんじゃないかと思います。いやー、ちょっとね、寒いんで凍結とか心配なんですけれども、まあ天気はいいし、最近雨も降ってないから大丈夫でしょう。どうも、サムソンちゃんでございます。よし、じゃあ早速走っていきますか。ということで、ね、早速城山ダムですね。いや、寒い。ただめちゃくちゃ天気はいいです。あのゼブラカフェ過ぎたあたりの坂、これきついわ。あの坂登らなくていい方法ないのかな。まあ、何やともあれ、これを左に曲がると道志道ですね。今日はまっすぐ直進です。ちなみにいつもは GoPro の純正のチェストマウント使ってるんですけど、今日はちょっと別のマウントを使ってみてます。試しにもうちょっとちゃんと撮れてるか心配ですね。まあ、この辺はまだ日向なんてマシですね。日陰がやばい。もう寒くて口が動かない。さあ、装備、相模ダム、ちょっとだけ寒さが和らいだ気がします。今何時？今もう朝の9時20分ですね。さすがに今日朝7時半前くらいから走ってるんですけど、まあ、その時間帯に比べたら全然マシ。いいじゃん、景色が。日陰が澄んどるわ。山の方まで見えますね、はっきりと。今日は風もそんなになくて、めちゃくちゃいい自転車日和ですね。おう、いやー、めちゃくちゃいいじゃないですか、気持ちいい。最高。よし、よし。わお。やばい。いやー、少しお腹空きましたね。あー、どっかなんかお店行ってたら寄りたいな。ちょっとお腹が空きました。さて、これを左に曲がります。よっ。山梨行くときはね、先の道まっすぐ行くんですけどね。おー、いいね。いやー、今日朝めちゃくちゃ寒かったから家出るのかなりきつかったんですけどね。いや、来てよかった。まあ、だいたい自転車も走り始めてから後悔することはないですからね。きついのこの坂。いつも逆から来ることはよくあるんですけど、この道こっちから行くの初めてかも。やっぱ日陰は寒い。
これ右かな、右だな。オッケー、この道も何回も走ってますけど、いや結構いい道なんですよね。めちゃくちゃ静か、ロードノイズしか聞こえない。しかしお腹が空きました。この辺にお店あんのかな。山梨県、なんかナビが左って言ってるんだけど、左に道はどう考えてもないな。今秋山温泉郷っていうところにいるんですけど、今日実はこの今逆走後ろ側の方に進んでいって、峠一つ越えて道志道に合流しようかなと思ったんですけど、ちょっとお腹が空いた上にこの先何もないということで、ちょっと引き返そうかなと思います。ちょっと神奈川方面に引き返して、でちょっとお店のあるあたりまで戻ってですね、そこから道志道の方に行くのもありかなと。いや山の中でね、半がなくなったら怖いしね。ちょっと省エネで行きましょう。省エネでダンシングしながら言うことじゃないけど、いや困ったことにこの辺りはね、お店が開くのが11時とかなんですよね。今10時、10時はちょっと過ぎたところ。このクソ寒い中1時間近く待ってないな。なかなかの急半やな。下りからの急に上り返し、つらい。いややっぱりこの辺りは11時にならないとお店が開かないですね、どこも。いや早く家を出るとこういう弊害があるな。まああと 2,30 分で開くんで、ちょっと適当に時間潰しましょうか。ということでちょっと休憩です。和食レストランあやのっていうところに来ました。まあ11時開店なんで、もうちょっと待たないといけないですね。しかしここは何なんだろうな。富士のアートギャラリーみたいなところに来てますけど、風が出てきましたね。ということでご飯も食べたということで、再び出発でございます。まあ、ちょっと道志道の方に行こうかなと最初は思っていたんですが、もう結構走ったので、もうこのまま帰る方向に行こうかなと思います。いい景色ですね。若干向かう方向組み置きが怪しいのが気になりますね。めちゃくちゃ風が出てきてます。天候崩れる可能性ありますねこれ。じゃあさっさと帰りましょう。食後のヒルクライマーきついね。よし、登り切ったかな。
ということでプレジャーフォレスト、相模湖のプレジャーフォレストの前まで帰ってきましたね。いや今日は呼吸をミスりましたね。結構調子が良かったのでノンストップで5、60キロぐらい走ってしまったら完全に補給のことをすっかり忘れてました。欲望に負けてしまいました。めちゃくちゃ満足だわ甘いもんも食ったし、あとはもう家までノンストップで帰ります。壁垂れる前と後もう全然力入らなかったんですけど、めちゃくちゃ元気になりました。そろそろ作り込まれてきた城山ダムです。まあ来る時も通りますよね。ということで帰ってきました。今日は結局相模湖を経して富士野まで行って、で秋山温泉だったかな、で折り返してきて、でまた相模湖を通って帰ってくるという、結局106キロぐらいのライドになりましたね。いや道はすごい良くて楽しい道でしたね。そして相変わらず膝の調子が悪いということで、あやっぱりまだしばらく長距離もいそうですね。ちなみに今回は最近ケンタさんが紹介してたフランジのマグネットマウントをちょっと使ってみたんですけど、どうですかね。ちょっとまだ僕は動画を見れてないのでどんな感じで映ってるのかわからないんですけど、まあ、使用感は結構良かったですね。まあ、冬用ジャージ1枚とウィンドブレーカー1枚挟んだぐらいじゃ落ちないというぐらいのマグネットの磁力です。まあ、今回動画見て問題なさそうだったらしばらくこれを使っていくのもありかなと思ってます。はい、ということで今日のライドは以上ですね。また来週時間が取れたら走りたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。